皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。Hello everyone. How are you? Oh, thank you so much. 今日は、我が家のお庭で育てているすだちをこんなたくさん収穫しました。第1弾です。これからこのすだちを使って、すだち胡椒やあとすだちのお酒だったりいろいろ活用していきたいと思います。今日とりあえずこのフレッシュなすだちを使って爽やかな香りがやみつきになってしまうすだちのキャベツサラダをご紹介したいと思います。では作ってきます。今回2人分のレシピのご紹介になります。すだちに胡椒します。1個は、ヘタを取り除いてから輪切りにスライスをします。もう1個は果汁を取っておいてください。キャベツを 150g ほど使用します。ザクザクと太めの千切りにカットします。ボウルに千切りにしたキャベツを入れて小さじ1杯のお塩を加え軽く揉み込んで5分ほど置きます。次にボウルにすだちの果汁と蜂蜜小さじ1を入れてよく混ぜ合わせ、その中にスライスしたすだちを入れて軽く混ぜ合わせ5分ほど置きます。次に果汁の方のボウルの方に千切りにしたキャベツの水気をしっかり絞ってこの中に入れて、お酢大さじ2分の1、オリーブオイル小さじ1杯、ブラックペッパーを適量振りかけてよく混ぜ合わせます。混ぜ合わせた後お皿に盛り付け完成です。コンプリートルクスデリシャス、とってもすぐに出来上がりました。シンプルなサラダですが、爽やかなすだちの香りがとてもやみつきになってしまう美味しいサラダです。かなりちょっと酸味の方は強いので、酸っぱいのがちょっと苦手だよって方は蜂蜜の量で調整してください。とっても美味しいのでぜひ皆さん作ってみてください。今日もありがとうございました。